ライブはちょっと初の試みと言いますか、最近ね、Facebook ライブをやっても、それがダウンロードして、ファイルに格納されないんですよ。ずっと固まったままなんですよ。ですんで、ちょっとね、これ、Facebook の方が、なんかシステムエラーなのかね、なんか更新してもらいたいのかわかんないですけども、全然動いてないんで、3日ほどね、Facebook ライブが、ちょっと YouTube の方に乗っからないんですよね。まあですんで、今まではずっと Facebook ライブをした後に、その Facebook ライブをね、バンディーカムでキャプチャーして編集してアップロードしたんで、むちゃくちゃ手間がかかってたんですよ。今日はですね、この iPhone でやっているライブを iPhone の録画機能で動画撮影してるんですよね。まあですんで、隅っこの方にもしかしたらね、皆さんのコメントが並ぶかもしれません。コメント誰もくれなければ並ばないです。だって今ライブ誰も見に来てないですからね。珍しいですね。今朝6時6分ですけど、あ、お一人の方いらっしゃった。こんな感じで、視聴者数も見えちゃうんで、ちょっとね、恥ずかしいんですけども、まあ、以前はね、20名から30名ほど、暗号通貨ニュースのことは、頃はいたんですけども、いてくれてたんですけど、今はそんなにね、5名いればいいほど、いい方って感じですよね。で、YouTube に転載しても、再生回数がね、100回とか200回とか、1000回行くことってのは滅多になくなりましたね。まあそういった形で、新しい形で Facebook ライブをお届けしようと思います。さあ、これからですね、世の中っていうのはすごく不況に向かいます。消費税 10% の影響があって、それからね、GDP が 6.4 年率換算で落ちていったんですよっていうことと、あとは今年に入ってからね、例の世界中で賑わっている自然災害といいますか、パンデミックといいますか、ああいった影響で、もういろんな会社がですね、創業をやめてしまったり、飲食店とかね、本当に潰れてるところも結構多いと思うんですよ。そして去年爆発的に人気だったタピオカのお店がどんどんなくなっているということで、ブームってのは本当に恐ろしいですね。ブームが来たぞーと思ってビジネス始めても、そのブームが1年とか2年しかないものでしたら本当に早く潰れてしまうんですよ。ではこれからですね、どんなビジネスがブームになるか、どんな稼ぎ方がトレンドになってくるのかってことをちょっとお話しすると、間違いなく一つ来るのはね、転職なんですよ。これ転職って何かっていうと、転職を探してる人にこんな仕事がありますよ、もしくはこんな人材が仕事を探しますよっていうふうなことをマッチングさせる人っていうのが、もうかなりね、熱いと言いますか、儲かる仕事になってくると思います。まあですんで、いろんな業界のことを知ってる方とかね、いろんな人と繋がってる方っていうのは、これから実力の見せ所かなというところでございます。まあ転職情報誌とかフリーペーパーとかね、山のように街中に出てますけども、ああいうのってのは大きな利益を上げていくんじゃないかなと思いますし、もしね、皆様もお仕事を探してらっしゃる方がたくさん、身の回りにいたりとか、そして、働き手をね、探してる方、いらっしゃるようでしたら、これマッチングさせるのすごくいいと思うんですよ。今日は一つの例を申し上げますけども、まあ実はね、看護師さんの募集がものすごく今あるんですよね。看護師さんですね。医療関係者の看護師さん。ドクターの周りでドクターをちょっと助ける役割の方ですね。昔で言うと看護婦さんって言い方するんでしょうけどね。で、この看護師さんに対しての求人がものすごくって、これはですね、看護師の資格を持っている人を紹介するだけで、一人当たり2万円から5万円の仲介手数料がもらえるっていう紹介の仕方があるんですよ。そのぐらいね、もう引っ張りだこなんですよね。医療従事者っていうのはこれからどんどん働き方改革も入っていて、人が減りますんでね。まあですね、皆さんの周りに看護師さんの資格を持ってるんだけども、今実働してないよとか、今ちょっとやってないよって方がいらっしゃったら、まあ医療機関の方にね、紹介するってことをやると、ものすごく喜ばれると思います。もちろんね、絶対に紹介したからといって、その人が就職しないといけないってことではないんですよ。紹介して面接を受けていただいてっていうところまでが責任になってきますので、面接受けるところがね、できましたら、面接が成立したら、まあ報酬が入るって形になっております。まあそういったことが結構あります。あ、矢野さんおはようございます。どうも本日もよろしくお願いします。あとね、コメントはないですけども、鳥本さんとかね、かずみさんとか来てらっしゃいますね。今ライブ、こう見てる中が2人ってことになります。まあこういったね、ライブ放送の YouTube での見せ方もなかなか新しいんではないかなと思います。私もね、この Facebook ライブ4年ぐらいやってますけども、この形はちょっと初めてですね。現在6時9分になります。で、これからビジネスがものすごくね、流行っていくってことを今お話ししております。で、どんなビジネスが流行っていくのかってことは一例は今申し上げました。あとこういうのも流行っていくと思いますよ。そうですね、2023年に私の住んでいる広島県、その中の呉市ってところではですね、日清製鋼っていう工場が、まあ、閉鎖になるんですよ。
3000名ぐらいの方が働いてらっしゃるんですけども、そうなると3000名の方が働いてらっしゃる家族まで入れるとね、やっぱり7000人とか8000人、1万人ぐらいに影響が出るんではないかなと思いますけども、その他、その工場の取引先とか、下請けとか、あと周りのですね、飲食店ですとか、それからまあ、遊技場とか、こういったものもね、もろに影響を受けるわけですよ。だから一つの町がものすごくダメージを受けるっていう、そういうふうなね、不安をから、まあ、はらんでいるのが広島県の呉市なんですけども、この広島県の呉市に関しまして、やっぱり転職をね、斡旋する方っていうのがこれから求められていくんではないかなと思いますから、まあ、広島でこんな仕事があるよとか、もしかしたら江田島でこんな仕事があるよとか、倉橋島ではねとかね、こういうふうな形でマッチングできる人、人と人とを紹介できる人っていうのが一つのビジネスになるんではないかなと思います。で、振り返ってみたらね、ビジネスっていうのは、仕事を紹介する、商品を紹介する、人を紹介する、それから会社を紹介する、このいずれかになってくるんで、紹介活動ってことになるんですよ。ビジネスっていうのはね、営業っていうのは、紹介活動なんですよ。大きく分けてこうやって紹介活動をする人と製品を作る方、この2つで成り立ってるんですけども、製品を作る方っていうのはこれからね、どん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 機械化が進むんですよ。で、機械化が進むってことは人件費はどんどん落ちていくってことなんですよ。ですから、ものづくり日本って言いますけどね、ものづくりで評価されるのは本当たった一部の人にこれからなってきます。あなたじゃないと作れないクリエイティビティの高いものとかね、壺とかね、焼き物とか音楽とか絵画とか、なんかそういったものになってくるんじゃないかなと思います。ただ言われた通りに同じものを作るっていうのはこれから人がやらない方が良くなってきますからね。人がやるべきものっていうのは紹介だと思います。仲介だと思います。こんなものがいるよとか、こんな商品があるよ、こんな会社があるよってことをね、紹介できるようになるとこれからは強いんではないかなと思いますけども、皆さんいかがでしょうか。で、紹介するために必要なのはこういったインターネットみたいな知らせるツールなんですよね。知らせるツールはスマホ持ってる方は皆さんお持ちです。まあですんで、ビジネスが発動するかしないかっていうと、そのスマホをどう使うかだけになってくるんですよ。スマホを情報を取るインプットのツールとして使うのか、それともアウトプットのツールとしても使うのかってことなんで、Facebook をね、されてる方は記事を書いて集客に、使ってみてはいかがかなと思います。それではですね、本日は以上です。ですね、この Facebook ライブ